あいつにも朝を。違うのかな。違うで言うならお前さ今何時だと思ってんだよ。え、いや、何時とかじゃなくて、なんで名古屋来てんのかなと思って。なんで名古屋来てんのとかじゃなくて、お前、いや、俺絶対もっと来るならもっと早く来いよ。絶対絶対にお前違う。いや、そのなんで今までのやつだと4時とかその日が明けるくらいのタイミングで来るけど、うん、お前はちょっともう背景見てたよね。8時半ね、今8時半。全然起きてたから俺4時とか5時とかに来るならお前なんて時間に来んだよってなるけど、うん、お前めっちゃ出てただろもうおかしくなっちゃってるから手がなあだろなんでいんのとかじゃなくてえ、ね、コーヒー行くの、寝起きの一杯行くの、いいよ全然、俺めっちゃ起きてるから行こうよ、じゃあ行こうよ、お前の方が寝起きだろ絶対急いで慌てて出てきただろ起きたやべえ寝ちまったっつって、いや起きて起きて、いや違う俺最後の最後でまたやったな。お前なんか分かんないんだけど、分かんないんだけど、お前の時だけ起きれないなんでだよ、なんでなんで俺の時だけなんか思ってなんか失敗すんのなんか分かんないけど、お前の時だけなんか分からない、なんかなんか起きる。どうすんの、行くの、こんな目普通8時半とかだから全然え、行きましょう行こうじゃん、はい、行きます。なんで失敗すんだよはい、ということで、はい、目覚めの一杯やりましょうか。あ、起きてるの？いやよ、もう俺3時間ぐらい起きてるいや、俺高いね、もう全然起きてる、寝てるからって言ってやっぱ、いや、だから4時とか5時とかだったら寝てたけど、うん、全然今、もう9時だし、うん、もう普通に朝起きてアニメ見てたから全然目覚めてた。寝とけよお前知らねえよ、知らねえ、なんで起きてんだよお前。いや、来るならもっと早く来いよ7時9時にお前寝てろよ、あれだろ。いやいやいや、起きてるよそれ、寝ろよお前は。まあ散々やっと疲れたんだから。どこだよここ、誰だよお前お前誰だお前は。いや違う、俺の家族だからえ、これ俺の家族、泉とまこちゃん違うよ、まこちゃん泉とまこちゃんって言うな、お前雨に当てられていやだいぶ銅が出てきてる。泉がなんかコアラ持ってる。ジェールジェールじゃないから、ジェールだっけ、コアラじゃないんだよ、ね、いやまあちょっと、まあ、目覚めいっぱいなんで、はい、高井さんにもちょっと
おめざを。いやでも、いや飲みたかったわ。結局あの、うん、北海道行かなかったの。行かなかった。ちょっとまあようやく出れんのね。はい。このシリーズ。あのたちもじゃあちょっとまずは。あ、ありがとうございます。アイスコーヒー L。やっぱもう朝のコーヒーはいつ飲んでもいいですから。そう。やっぱこれはまず飲んでいただいて、じゃあもうまず少し、はい、すいません。あ、うまい。あ、うまいね。あ、やっぱこの瞬間がやっぱ一番いいかな。冴えるね、目が。で、まあ、まあコーヒーだけだとちょっとまあ味気ないんで、まあちょっと音も、いや目覚めの音も。マジでさ、昨日だいぶ食ったから打ち上げで。あ、結構あの中山市いっぱい食べさせていただいて。いや、そうだからちょっとマジで少し軽めなやつがいいな。はい。もうでもそれにぴったしかなっていうのは一個あります。じゃあすいません。じゃあ高井さんの、今日のアイスコーヒーのメザーのお供として、手羽先。名護手羽。名護手羽3本。お前名護手羽は一番ねえって。お前朝にコーヒーと、お前名護手羽は一番ないって。いやなんか俺そうなの、なんか名古屋っぽいものをなんかあげたいなと思ってたのよ。フェニーには一応パン、パンまあまあまあでも名古屋らしくもっとしたいなと思ったら、でも手羽先しかなかった。もっとあるって。手羽しかなかった。小倉トーストとかあったじゃん。いいえ、手羽しかない。手羽しかないことない。しかもさ、これ昨日の打ち上げのとこじゃない。打ち上げの手羽先じゃない。あ、バレた。そうだよね。はい、あのいつの間にお持ち帰りして一応あのいつの間に店員さんであのめっちゃひそかに言ったのよ。あのこれあのどっかテイクアウトできませんかって言って。あ、できますよ。テイクアウトしたの昨日の店の。しました。はい。もう散々食べたけど。散々食べましたけど、でもやっぱ名古屋らしいもん食ってほしいから。うーわー、重いね。いや重くないよ。重いね。重いし、コーヒーと合わないだろうな。いや、でもやっぱ、名古屋プロのさ、なんか前回あんま食わなかったじゃん。いやいや、まあまあまあ。俺と上にさ、2人と比べたらね。そう。俺と上に結構食ったのよ。何人もいたからね。そう。テーブルでさ、食ったんだけど。カート、どこタイミングでしたんだよ。いや、マジで本当ギリギリでした。うわぁ。3本しっかりさ、でかいんだよね。美味しそうな。美味しそうな。あれ、いやでもうまそうだ。うまそうだけど。いいよ、もうバリバリ食ってんだけど。いただきます。あ、冷めてもうまいね。あ、いやそうそうそうなのよ。うん、なんかやってます。なんかね、いつたってもうまいんだよ。うん、だからみんな頼むんだろうなと思ってたやっぱ、そのおつまみとかさ、みんな頼むから、うん、そういうことなんだと思って。冷めたっていうのは、あたつもちょっとうまいし。おいしい。うまいよね。おいしいけど。じゃあね、匂い強い。結構これ味濃いからさ。あれ、またちょっと変わってる。なんかちょっと。手羽先だもんね。うん、だって今スパイスとびっくりしたよ。あれのあ、ニンニクの匂いしてニンニク入ってるよこれ。朝の匂いじゃないね。朝の匂いじゃないね。いやでもすごいわ。こっちコーヒーでしょ。そうよ、いっぱいいって。これは意外と合うかもしれない。嘘だろ、マジで。合わねえなーって思ったけど。いや、俺思ってたよ。俺今それ構えてたけど。いや、味濃い手羽先にこの、すっきりするか、ちょっと。あー、確かに、さっぱり感で言ったらそうか。意外とその、朝だからなのかな。だから高い間に行っちゃってるかもな。おかしくなってるかもしれない。うん。手羽先とコーヒーが意外と合ったんだけど。多分だけど、手羽先コーヒーの合わせ方したの、名古屋の人でもいないから。いない。絶対に
みんなビールと手羽先で合わせてるんだよ。ハイボールとかな。そう、ハイボールとか。うん。あ、でもうまいわ。うまいわ、うまい。そう、高いアドマン、あの、あれなんだよ。食い方あるんですけど。あ、知らない。これそれ、なんか綺麗に食べる方法。そう。俺、わかんない、俺。俺、そう、ヌートに聞いたのよ。その競技のね、ヒロシに。まずこれあるじゃない。これを、バキッと折って、おで、これで、こっから高い、あの、あ、で、イメージ、ここを噛み切るイメージ、ここの付け根。あ、じゃあ、グッてもういって。そう、かぶりついちゃって、そう、で、引っ張る。うん、うん、で、片方も、うん、そう両方、うん、引っ張るイメージ。どう？うわぁ、うわぁ、すごい。だいぶ違うくない？うん、すごい。あの、肉厚の感じ、うん、感じれない？手羽先。うん。うん、すごい。そう、あれ食べやすい。あれやると、全然違うっていうか、うん、うまみがまた変わってくる。じわっといってくる。食べてたわ。そう。こっちの方がやっぱ気持ちよく食えるっていう。あ、うまっ。うん。ちょっと。待ってくれ。ごめんだけど。お前すごいよ、朝からお前手羽先で俺今このついた胡椒で今ダウンするいやだからそうよなんてもん食わしてんだよお前朝から俺今このレクチャーした 手のついた胡椒だよね今だいぶダウンしそうだわ今いやめっちゃ端っこいよ、うん、だからコーヒーでああ確かにマジいやいや消えたんだけどすごい合うなすっきりするよえコーヒーと手も合う新発見だったそういやいや謎の新発見してるから割ります、うん、そう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 でこっちを持って、うん、結構付け根を取るイメージでそうで2本引っ張るイメージうんあ、そうそうそう、うん、そんな感じあ、うまっやっぱジューシーよね、うん、そっちはなんかすごくうわぁえ、なんでさ、うん、昨日教えてくれなかったの隣にいたよねいやいや、いたけどめっちゃ手羽先食ってたよね言ってよ、この食べ方いや、だって、いやこいつ朝も来るのになって思ってたから、俺俺の想定だとやっぱもう決めてたからその時点でやろうと思ってたんだ手羽先テイクアウトしようって思ってたからでこの食べ方教えてやろうと思ってたんです言ってよめっちゃうまくないでしょうまいうまいうまいだから実は結構ね関東人はあんま知らないじゃんこの食べ方、うん、手羽先ってさ、うん、うまいけどやっぱ食べにくいの方があそう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 買っちゃうイメージだったけどこうするとこんな食べやすいんだねなんかだいぶ概念変わるよね、うん、うまさの概念が、うん、だ今後だからどっかあの手羽先系、うん、山ちゃんとかさそれこそ山ちゃんね行った時にこの食い方覚えてるだいぶ確かにだいぶうまいいやこれで俺も手羽先が好きになっちゃうだいぶまあ、こっちだとフライも食べるそこも行きたいないや、そこめっちゃうまいマジでいや、これ手羽先のなんか改めてうまさをね感じてもらいたかったなまあだからその打ち上げでは言えなかったけど言ってほしかったなで、やっぱいや、打ち上げで言えないことも朝のと言えるじゃないいや、これに関しては言えたっていや俺うわ、名古屋の手羽先だってこの運ばれてきた時に言えたってちょ言ってます皆さんいや、違う、打ち上げだと手羽先の食べ方があるんすよみたいないや、そう教えてくれよ、その時にこれ打ち上げだと恥ずかしいから言えなかったけどずっと半年以上って言われてきたのに何を恥ずかしがることがあるんだよ、お前やっぱ朝だったら言える昨日に関してはマジで外部の人間一人もいなかったから身内も身内の中でお前何恥ずかしがって手羽先の食べ方レクチャーできないんだよいや俺はもう
やっぱ怠慢じゃないと言えない。やっぱ手羽先の食い方は。そんなことでだろう。いやうまい。いやいいね。でもいやでも美味しかった。いや最高っすね。あげますあれ。ポテト。はい、ああないない。最悪だ。あ、僕、じゃあ俺が舐めやだ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 、絶対やだやだ、いいよいいよ、いや、おたふきないんで、やだおたふきないんで、いや、もう僕が舐めます、やだ、お前もやだろ、絶対やだ、いやいやいや、絶対やだよ、どっか、水道で手洗いたい絶対朝に会ってないって感じ、外で食うのには、おしぼり持ってきてくれよ、お前ナイス、おたふきないのかい、捨ててきました、おしぼりは最悪だよ、これで帰んなきゃいけない絶対無駄ね。じゃあもう帰りましょうか。帰ろう。今日はもういろいろあるんで、帰ろう。